本日もガジオ鉄道チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さて、こちらのカーブ鉄橋のある地方の幹線レイアウトですが、前回こちらのグロスポリマーメディウムを用いて川の表現をしてみました。今回はですね、サンド塗りして固まった川にこのジェルメディウムを使って流れの表現をしていきたいと思います。ただですね、前回のグロスポリマーメディウムと同様、初めて使う素材になりますので、どうなることやらちょっとわかりませんが、ものは試しですね、塗っていくことにしましょう。今ね、これ塗る前の皮なんですけども、当然こう、グロスポリマーメディウムを塗ったので、テカテカとしているような状態ですが、いかんせん流れがないような、そういうような状態になってますね。そこでこのジェルメディウムを使うんですけども、ちょっと開けてみましょうか。グロスポリマーメディウムと同様、白っぽい感じで、ただ、違うのはね、かなりこう、なんていうか、ハンドクリームというか、全然こう垂れないですよね。粘度が高そうな、そういう状態になってますので、これを筆で取って、例えば、ここの、中洲ですね、ここに当たって、こう、波がね、ビャーっと、よれてるような、そういうような状態をこう再現していくんですかね。この辺の石もこう当たって、波がよれるでしょう。このような感じで、どんどんね、立体感を出していくというか、当然ね、ここもビャーッと波が立つでしょうし、うまくいくかな。わかんないな。とりあえず、うにょうにょとさしていれば、それなりに見えるでしょう。これをね、グロスポリマーメディウムと同様、乾くと透明になるので、今これ白で目立ってますけども、透明でね、凹凸ができるような感じになります。それで最後にね、白色を使ってドライブラシで、この波の頭ですね、強調していくというような作業になっていくと思います。それでは続けて、でこぼこというかね、波の表現をしていきましょう。というわけで、ジェルメディウムを大体塗れました。どうですかね？なんかちょっといまいちな気がしますけど、こう、波のね、白髪が立ってるような感じが、少しだけ見えてきたかと思います。今はね、こうやって塗ったところが白くなっているんでよくわかるんですけども、この後ね、乾くと透明になってしまうので、その後で、こうドライブラシか何かでね、際立たせていきたいと思います。そして3日ほど置いてジェルメディウムが乾燥しました。少し川の方を見てみましょう。このような感じで先ほどというかね、3日前まで白くなっていた部分がほぼほぼ透明になっています。なんならね、そのまま白いまま残っていてくれた方が波っぽかったんですけども、もう透明になったらこの凸凹が分かりづらいですね。これでですね、この後白の絵の具を使ってドライブラシでこの波の頭とかをね、際立たせていきたいと思います。ちなみにこれ川の奥の方こんな感じですね。うっすらこうなんか、でこぼこわかるかなといったような感じになっています。というわけでここからは、波の表現をしたところにドライブラシで、白色を擦り込んでいきます。使うのがね、こちらのアクリル絵の具、白ですね。これを、このようにね、紙に適当に出して、筆につけて、つけてと言いますか、もうこう、筆からね、色が出なくなるまで、カサ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 ってやっといて、で、あとはですね、こんな感じで、サササササッとこう、水面を撫でてやると、この凹凸のあるところだけね、白色が薄く乗っていくので、もうあとはこれを続けていくだけですね。こう、だんだんと、この波のところに、白い色が乗ってきたの分かりますかね。結構こうデコボコしているので、そこに色が入っていくような感じですね。特に強調したい部分とかはね、もう色を落とさずに直接こう色を乗せてやって、
で、また、ドライブラシね、かけてやると、いうようにすると、やりやすいですね。はい、こんな感じで、少し、白いのが出てきたとか、わかるかと思います。これはですね、全体的にやっていきたいと思います。そして、ドライブラシ完了しました。まあ、こういうドライブラシを使ったこの波の表現とかね、まあ、特にこの今回のグロスポリマーメリウム、ジェルメリムを使った川の表現は初めてだったんですけども、ちょっと見よう見まねでやってみて、こんな感じで川の製作を行うことができました。中流部だとこのような感じで波が出ている様子がわかるかと思います。はい。まあ、なんとなく雰囲気は出たんじゃないかなと思います。これでね、川の製作の方もだいたい終わりました。もうちょっとね、最後この川に釣り人を立てたりとか、いろいろ細かいところはしていこうと思うんですけども、とりあえずこの分割式レイアウトのね、この手前側部分、一応ね、あと残すところはこの端っこですね。ここに河川柱がまだ一本立ってないんですよね。同様にこちら側も一本立ってないので、それを立ててね、手前側を一応仮完成として、で次に奥に見えているレイアウトの後ろ側の部分の制作に入っていきたいと思います。そして最後にですね、この左奥の方の河川柱とこちらの、右のトンネルの手前ね、こちらの河川柱をつけて大体の制作の方終わりとなります。どうですかね。一応このまあカーブ鉄橋のある地方の幹線レイアウトのね、手前側の部分が大方出来上がりました。まだまだね、細かいところこれから作っていかないといけないんですけども、まあ、この後はこの後ろにちょっと見えているねレイアウト、分割レイアウトなんですけど、この反対側を作っていきたいと思います。ちょっとしたことですけどね、この川の表情ができてくるとレイアウトもリアルさが増してきますよね。それではまた次回の動画を楽しみに。いやー、かっこいいなぁ。 JR の EF81-24系25型の寝台特急エルムトミックスのセットを買ってしまいましたので、ちょっと嬉しくて走らせてみました。ブルートレインはね、あまり持ってなかったので、こう新鮮ですよね。まあでもやっぱかっこいいなぁ。